謝りの部屋。あ、すぐ入った。なんだこれ、ういって。なんだ、え、ちょっと、そこにライト。なにそれ、上から。うわぁ、なんだこれ、これ、すごい呪いが、呪いがすっごいかかるんだけど。一番奥まで来ちゃった。頑張って。前の夜のアイテムを取り戻しました。なんじゃそりゃ。ちょっと、ちょっと待って、守りろうそく、ちょっと炊こう。これで呪いが多少マシになっていくはず。一番左側に来たら。ああ、もうちょい真ん中で守りのろうそく炊きゃよかったかな。これ、行こう。行くしかない。これ見た方がいい。何があるか学ぶべきだ。前の夜のアイテム。これが最初の夜だろ、基本的に。呪いの腐敗。腐り始めてる。じゃあ、守りの呪い。うわ、すごい。呪いがマックスになったら体力めっちゃ減ってくじゃん。危ねえ、これ。え、みんなもう勢揃いした？みんな上から降りてきたっぽいんだけど。なるほどな。え、誤りの部屋ってのは、どこのドアからでも行けんのかな？そうなのかも。あ、普通に出たらもう一回、ね。うわ、これ怖っ。え、これ、え？これ何がもう出てきてもおかしくないぞ。回復アイテム。ちょっと、コーヒー飲もうか。足速くなった。だってもう幽霊とも出会っ、うわ出たっていうかさ、これ今普通に1対1でやってるけど、おーとか言ってたらあーやっぱ、うっ、やばい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 、これちょっと広いとこ行こう。くそ、赤の魔法持っときゃよかったぜ。一応2体同時に叩ける。え、毒が一応出血してるぞ。よっ、帰るか。うーん、もう出血してるから大丈夫そうだけどな。え、ここも貫通してくんの？すごいね。その自分のフィールドとかそういう感じないのか。しかも出血してない。いて、やばい、中毒よくない。ちょっと待って、中毒はね、どれで回復するかっていうと、解毒剤だ。でもって、もうどんどん体力やばい。普通に、複数戦闘辛いな。あと、あんまり言ってなかったけど、攻撃力高くない。ナイチンゲール。あ、出血入った入った。入ったぞ入ったぞ。大丈夫大丈夫。今すぐヘルプだな、これ。やばいやばい、隠れ隠れなきゃ。ナイスナイス隠れ。うわ、なんだ。早くからの攻撃、早くからの攻撃でダメージアップ。紳士のコートがあるからな。そんなスキルがあったはず。逆やばいやばいやばい、ちょっと待って、体力ない。ちょっと待って、出し惜しみしてる場合じゃない。ロールパン食べよう。来るか。え、来ない。ちょ、覗き見。来ないんかい。いや、ダメだ、倒しとかないと。一応体調べる。隠れるか、一応。いやいや、隠れたら何も見えないじゃん。応急処置キット。これちゃんと、うわぁ、剥き直し、大事だなぁ。うわぁ、これむずい。これちゃんと。よっ、こう、その後に、ちゃんと。短い斧が、短すぎ。それ呪いの、
呪いだまりみたいなの作ってるからよく、よいしょ、よし、このため攻撃がちょっとリーチ長いから、これで、うわっ、あ、倒した、倒したぞ。はい、硫酸、腐った肝臓、巨人のメイド、タラ、強かったな。火炎耐性が全然ない、火に弱いんだ。ちょっと待って、さっきさ、でっかいやつ倒したのこっちか。体調べてないや。陶器のかけら。敵の注意を引きつけることができる。ちょっとこう、そういうのも、なんかうまいこと使って、戦いたいけど。今のところもう斧振り回しただけ。使用人たちの浴室。てか、なんで部屋1個飛ばしてんのかわかんない。隠れるも重要だな。回避みたいなもんだもんな。よっ、応急処置キットいっぱい手に入るじゃん。嬉しい。戦いの経験だけを得た感じだ。こっち入るか。ん？研究室？調べる。ん？おう、誰かいる。君がナイチンゲールだね。あ、もしかしてお父さんか？娘のマーガレットから君の活躍が聞いてるよ。ロバート・ブラケットだ。私の頭の傷が気になるかね。まあ、確かに、ちょっと、傷が、大怪我っぽいけど、あ、大丈夫か。年寄りは出血しやすいものだ。そうかな。これから上に行かなければならない。夢の中ならお互い知る時間は十分あるだろう。とりあえず研究室は自由に使ってくれて構わない。研究室マニュアル、基本編を貸してあげよう。応用編があるってことだな。オッケー。なんか、ヘンテコの名前だからちょっと面白かったけど。はい、今晩は楽しんでってくれ。消えたりしない。娘と違って。ナイチンゲールちょっと道譲ってる。細かいな。これライトがさ、時々なんか荒ぶってんだけど、それは。落語者の日記。俺はカルバン主義者だったが別に珍しいことじゃない。少なくともあの邪悪な医者とその根血の娘が仕組んだオカルトゲームに比べれば。俺がコレラにやられたのは俺のせいじゃないが、キリストの恩恵を捨ててこの道楽三昧の世界にのめり込んでしまったのは俺の責任だ。それでも臭い排泄物が死にかけの体から垂れ流しだなんてもう1分だって我慢できない。だからここに来た。おう。作る。あ、瓶。あ、毒の葉ってそういうので使うんだ。毒のその煙みたいなのを出したりできるんだな。競争剤だ。競争剤、もらっとこうか。中毒症状も治すって書いてるから。まあ一応酸とか、毒も、一応作っときますかね。作れるし。物理ダメージ。そうか、攻撃系の投げ物ってことか。どんぐらいの距離投げられるんだとか、最初は失敗そうだな。あ、鏡だ。はい。虚空の入り口あったら、写真渡しに行きたいんだけど。事件メモ。あ、ピーター・モンスティン。さっきのね。紙でいっぱい物語描かれてる。殺害された可能性と、ロバート・ブラケットに遺産を譲ることを定めた遺言書が偽造された可能性について捜査中。危ないじゃん。ピーターの父親と妹が死亡してから7年間、ピーターは重度のアルコール症依存症であった。依存症であった。ロバートとマーガレットは3年間モンスティンハウスに居住している。彼らとの間に問題があったという報告はない。ピーターとマーガレットの間には親密な関係があったと噂があるが未確認。あー。てか、面白い音楽だな、ここ。ちょっとショートカット整理しよっかな。ちょっと投げたりするものをこっちの3番目のショートカットに入れて、で、競争剤とか回復アイテムこっちに回して、って感じにしてみましたけど。あ、巻物もあれか。別に、ま、呪いを、その、許容できるのは使ってもいいのか。なるほどね。まあ、強くなれるけどやっぱ呪いゲージが溜まっていくのをどう考えるかっていう、ちょっと、リスクとリターン考えてねっていう話ですね。面白いな。呪いシステムか。ランタンは荒ぶっている。使用人たちの部屋、ろくなことないぞ。いやー！なんだ？何？やべ！術だ！
なんてこった魔法を使ってるめちゃくちゃ。やーべ、消えられんのかい。それどうなん、どこ行ったの。調べまーす。うわ、なんだこいつ、魔法使いだ。パンチもできんのかい。やばい、これやばい。当たってる当たってる。調べまーす。その炎の魔法が一番。うわ、これやばいな。あ、まずいかも。はいはい、一旦ね、一旦これ。うわ、すっごい、何それ。え、火の魔法だ。え、そんな術いっぱい使えんの。呪いはリスクとリターンは？リターンしかない、あいつ。毎夜俺は彼の偉大にして恐ろしいギフトの境界を探っている。俺はこれからもずっとブラケットに感謝する。彼は神を信じていないというが、彼はその仕事のために選ばれし者なのは明らかだ。危なっかしい話だが、この家の以前の住人たちは夢を魔法で危険にさらした。あれ、さっきの魔法使いどこ行った？これ、避ける。よし。これ避けるのめっちゃ大事。あなたってなかなかタフじゃない？こっち来るでしょ。これちょっと距離開けてこっち来ると見た。いやー、やばい。近い。よーし、オッケー、ナイス。すんごい普通に人間の指感出してくる。写真、なんかす、画像ペタみたいな感じだけど。魔女団員。あ、これが魔女団員か。はい。コインめちゃくちゃ持ってんな。魔女団員、めっちゃお金持ってんじゃん。そんな稼ぎいいのか。開く。不思議なことに取っ手がない。なんてことだ。どこで見つけなきゃ。三日月に描かれた指輪。呪文のダメージがある程度上昇する。はぁ。まあ、呪文はまだ使う予定はないんだけど。まあ、指輪もらっとこうか、じゃあ。さて、一個ずつ丁寧に開けていく。なんだ！なんだ！イモムシみたいなやつがいる！入っていきなり。やーべえ、突進も使えんのか。ちょっとたま。バックステップ。ちょ、突進の合図はどれだ？あ、それか！ちょっと待って、隠れたつもりなんだけど。隠れてもダメな時もある。うわー、これ大量に使うことになる。これ突進するときは、あ、距離決まってんのか。オッケー、ナイス。あとは出血でどうにかなるか。さらば。出血で死ぬときなんかふんわり死ぬんだよな。魔法の指輪。使用者にかかっている呪いが 50% を超えてる場合、足の周りに薄い紫の光が現れる。あ、使用者の足音が聞こえにくくなる。なるほど。まあ、これもまあ、使う、まあ、装備しといて損ないかって感じだね。腐った肉。体力めっちゃ上がるけど、中毒状態になる。遺体袋。遺体袋か。まんまだな。芋虫みたいって言っちゃったけど。はい、調べる。空っぽの瓶。はい、チェックオッケー。もう、てか紫色。もう呪い 50% 来てる、これ。来てるか。調べる。もうバンバン戦っていくじゃん。あ、鏡だ。ゲット。てか、ワインセラー。またこれ誰かいるパターンか。新しいキャラポンポン出てくるな。テンポ感いいですね。落語者の日記。一応読むか。どうにもうまく進まない。俺には弟子がいない。夢はいまいましい。病気持ちの死体どもでいっぱいだ。確かにね。あの最低の肉切り外科医が、夢を悪夢にしてしまった。そのままここに居座るつもりだろうか。あいつはブラケットに雇われたと言っていた。だが神が選ばれし者を誤りに導くなんてことがあるだろうか。俺たちに必要なのは、病気がない新しい住人。それも、キリストの奇跡を素直に受け入れる人間。なるほど。
ここ誰かいるっぽい。あー、調べよう調べよう。はいはいはい、腐った心臓すぐ捧げちゃって、アイテムの管理ね。まあ新しい指輪とかにした方がいいのかな。どっかで倒れてこの幽霊の写真なくしちゃったら嫌だから、これも覚えとこうかな。それで毒の歯はそんなに大切なアイテムじゃないってことが分かったから、さっきの幻影の指輪覚えることにしてます。はい。あ、これ最初の魔女じゃん。この前は誤解して悪かったわね。それで済むか。まあ夢の中だからすぐ生き返れるでしょってことでやったのかな。天霊魔女団のリーダー、はい。最低のゴロツキと私は危険な実験を慎重に重ねて夢について多くのことを突き止めた。なるほどね、ゴロツキと信仰があるんだな、ちゃんと。あなたのように才能ある若い魔女団員に知識を授ける。トレーニングの内容、夢の住人たちの血と内臓には恐るべき力がある。内臓の像が蔵になっとる。それを儀式で夢を支配する何かに捧げれば肉体は永遠の辛さが得られる。レベルアップか。昇格すると得点が与えられる。最初の奉納の儀の後に得点を与えましょう。はい。ハンティングガイドと捧げ物リスト、なんかもらった変なリスト。奉納の儀とは、ん？あ、もう今いきなりやってみる。じゃあ、おお、ステータスアップ。うわー、むずいなーこれ。隠された秘密を発見する。幽霊をより強く認識する。呪いの許容量、出血。うわー、これ普通に体力かな。まあ一旦無駄にはなんないもんね、体力。はい、昇格、現在レベル1。あなたに鍵を授けます。これで秘密の通路網に入れます。この部屋の本棚はこの家の他の場所につながってる。はあ。次の報酬はレベル5。新しい呪文を作るための上級魔術書。次の奉納の儀。あ、やばい、腐った指もう持ってない。臓器を取る相手がいないなら、新しい夜を始めなければなりません。標的は一回もう一度仕留めることができます。死ねば新しい夜は始まりますが、損失が損じます。確かにね。別の青い本棚を探せば方法が見つかるかも。なるほど。敵だけ蘇らすみたいなことができるってことか。話す。最初の魔女について聞こう。私もお前と同じようにこの夢に来たばかりの頃がある。最低のゴロツキから魔術を学んだ私はまさにこの夢で最初の魔女になった。なるほどね。本当に最初の頃、夢が始まって最初にの方に来た人なんだな。現実世界の私が生きてるとは思うが、今はもうわからない。今はもっと重要なことがある。最低のゴロツキと協力して実験を進めている。何の？夢を作り変えることもできる。はあ。研究はまだ始まったばかりだが、いずれはきっと。なるほどね。魔女団員のことも気になるけど、一旦一つだけ聞いておこう。秘密の通路。よっ。秘密の通路。うわ、ほんとだ。何これ。おお。え？あれ？これどっから出てきた？あ、最初の寝室か。はいはいはい。なるほどね。っていうか、ここのハテナマークが消えないな。奇妙な寝室の。ああ、これでショップとかね。お店とか行ったりもできるようになるということで。はいはい。確かに。ちょっと見に行くか。51枚も持ってるから、この背後からの近接ダメージが 30% アップするのと、こう呪いの最大許容量が25アップするのに、その指輪を買おうかな、と思って、サクサク買ってます。で、応急キットも、まあ、あって悪くないってことで、持っときます。守りのろうそくも、ちょっと買っておこう。買い足し。で、そしたら指輪が、結構パンパンになってる気がするなぁ。もう4、あれもう4つつけてる。あ、ほんと。呪文のダメージとか今使わないから、まあ、早くからの近接ダメージ。あと、足音が聞こえにくくなるのも、今は一旦いいかな。あ、ほんとだ。ゲージ、すごいアップしてる。右上の、ね、ドクロマークのゲージ。よし、いいぞ。じゃあさっきのとこ戻るか。アイテムの記憶、
高いお金で買ったこの2つの指輪にしておこうということで。はい、 OK。 じゃあ全部の部屋ちゃんと調べていきます。ん、保管庫、あ、事件メモ2。はい、ロバート・ブラケットの経歴。もう1860年に中国に渡航する。アメリカでの戦争を避けるため、中国で結婚するんだな。中国人とのハーフであるマーガレットを伴う。重度のアヘン中毒との噂があるが未確認。78年にピーター・モンスティンと出会う。その3年後ピーターが死去、ロバートがモンスティンハウスの所有者となる。まあその関係性が怪しくねえかってことか。え、檻に入ってるこの人。